はい、えー、それでは始めます。皆さんこんにちは。レックスエニコシの金沢と申します。どうぞよろしくお願いします。えー、今日はですね、えー、登録販売者第三回目の合格講座ということでですね、えー、実際に一、えー、章二章までですね、この勉強してきたわけなんですけれども。 早速ですねその問題を通じてですね全体を復習しつつ復習しつつ新たな知識、まあ、枝葉の部分っていうのをですね、まあ、入れていく作業をするというふうにしてまいりたいというふうに思います。えー、とですね以前にですねあの以前というか初回の講義の時でしょうか1ページ目のところでですねあのちょっとあんまり上手じゃない絵が。 お示ししましたけれども学習の初期段階ですね学習の初期段階ではですね根幹の部分一番根っこの部分それから幹の部分まあ、基礎となる部分というのをまずはっきりしっかりさせるということ。試験は全体のこのこ 細かい枝とかですね細かい葉っぱのところからも出題されるんですけれども全部をですねいきなり同じようなトーンで勉強していくと結局、ものにならない基礎がしっかりしないうちに細かいところを覚えてもですね結局、何もかもが中途半端に終わってしまって何も残らないということで意識的にですね講義の中では本当に基礎土台の部分というものを、まあ、重きを置いて重点的にお話をしてきたと。 いうわけなんです、ね、でも最終的にはあ全体の使用末説まで、えー、こうやっていく必要がある合格するためにはですね、えー、これ全体が出題されるからやっていく必要があるということで、えー、講義、えー、基本的には講義の方はですね、えー、この基礎部分というのをしっかりさせるために聞いていただくとそのためにインプットしていただくということなんですが、えー、これがあできてきたらですね、えー、問題を通じて、えー、細かい部分も見ていくと。 基礎の上にですね、塩、枝葉を乗っけていくということをやるわけですね今日があそれをまさに実践するというか一回目、二回目、一章、二章のところですべてあえてですね、お話ししきっていません先ほどの理由からですねしかし実際に出た問題を通じて根っこ、土台を確認しつつちょっとずつ枝を作っていくということですね 全くこれから問題を見ていっていただきますけれども全くこの段階で解けむしろです、ね、答えをもう最初から分かってしまった上で分かってしまった上えでインプットの教材としてです、ね、この過去問練習用の問題というのを使っていただきたいというふうに思います。 練習用の過去問というふうには書いてありますけれども全く本番と同じレベル全く本番ですね、えー、そこで出されたレベルの問題でありますしかも比較的ですね平成30年の関東地区東京神奈川等ですね関東地区で行われた問題で、えー、決して優しくありませんでした決して優しくないむし,むしろ ちょっっと難しいいいいくらいじゃないかなかていう練習用と書いてあるけれども本当に、えー、まさに実践の問題しかも簡単じゃない問題、えー、これをですねあえて今の段階でやっていくうー教科書がですね全部読み切っていない教科書を全部理解しきってないでも最初に問題に入っていくのがいいんですね。 教科書を完璧にしてからやろうとなると以前にもお話ししましたけれどもずっとですね、問題に触れられないで、えー、1年2年と過ぎていってしまうと、えー、ちょっと完璧になるまではね、まあ、全部覚えきるまではね、えー、問題の方に入れないんだと、えー、私の性分としてですね、えー、まずはあ覚えるのが先であってその覚えてからあそれが覚えているかどうかを確かめるために問題をやるんだみたいなですね、やっていったら短期合格は無理ですね。 むしろ知識が不十分な状況でどんどん問題を見ていただいて問題を見てからあこういうことを覚えておけばよかったんだということでまたインプットの方に帰ってくるとそのインプット教材がまた別の見方がしてくる見方ができてくるあここそういえば大事だったなということでここに注意して覚えなきゃいけなかったんだということが問題を見て初めて知った知識 これを持ってですねもう一度インプットに返ってみるとインプットの教材がまたよく覚えられるということがあるんですねでは早速やっていきましょう1章と2章をやってきましたね問いの20まで問いの40までという形で1章2章ありますけれどもこれをですね復習をしながら新しい知識も入れていくという意味でですね見ていきましょうえっ、ー、とあごめんなさいね めくっていきますね。はい、それでは第1問目ですね第1章の医薬品に共通する特性と基本的な知識ということについての問題です。 はいここですね見てお分かりのように本番ではですね真っ黒なんですけれどもあえて色を塗ったりですね正解の番号も最初っから分かってしまうようにわざとしましたわざとしました今の段階ではですね解けるか解けないかではありません大事なことは解けるか解けないかではありません過去問をインプット教材として見ていただいてこの赤い部分ですね 赤っぽい、まあ、オレンジっぽい、えー、色の部分は間違っているんですけれども間違った選択肢じゃあどこが間違っていてどこをどう直したら正しくなるのかという観点で見ていく。と、えー、こうとしてもですねこれはもう答えは一目瞭然なんですよお。大事なことは正解が出せるということではなくて。 全てこの一足一足を見ていただいて特に間違っている問題が具体的にどこが間違っていてどう直せば正しくなるのかということを確認するで「正しい足は正しい選択肢はそのまま覚えよう」ということで使っていくとインプット教材です過去問ですけど「まあ、練習」と書いてありますけれども、まあ、インプットの延長として捉えていただきたいというふうに思います。 はい、えー、それではですね、えー、早速第1問のところですね、えー、この A が間違っていますけれどもどこが間違っているでしょうか人体に対して使用されない医薬品というのは人の健康に影響を与えることはないと言ってますねないというふうに言っていますいいえありますあるから×と結論が正反対だからこの足は×とあるということが正しいと。 いうことになります、はいえー、じゃあ「ある」って例えばどんなものがあるというとお人体に対して直接使用しないんだから人の健康に影響を与えることなんてなさそうだけれども人体に対して直接使用しなくてもですね例えば殺虫剤殺虫剤などこれは人体に直接使用するというものではないんだけれどもそれを例えば吸い込んでしまって、えー、健康を害すると。 いいいううこことととがありえるよということですねはいえー、ちなみに、えー、この問題はあまさに冒頭のテキストの冒頭1ページから始まるですね医薬品の本質というところからですね出題がなされているということでですねちょっと気になったな腑に落ちないなということであればこの教科書をですねあの試験問題作成の手引きの1ページに戻ってみてですね確認をしてみると。 いいいいううことともですすねよろしいかなというふうに思います B と C は正しいためこのまま覚えていくということですね。医薬品は多くの場合人体に取り込まれてまあイメージとしてはお薬を飲んでねカプセルとかを飲んでその人体に取り込まれて作用して効果を発現していくものなんだよ効果が出ていくものなんだよということうん、うん、まあまあそうかということで覚えてしまうということですね。C は正しいと。医薬品は市販後も 医学、薬学等の新たな知見、使用成績等に基づいて、その有効性や安全性の確認が行われます。市販後も厳しいチェックが続くと。市販後ですよ。えー、販売する後、販売する前に厳しいチェックがあるのは当たり前。だけれども医薬品の性質、医薬品が人にもたらす性質に鑑みてですね、売られた後もチェックチェックが続いていくと。 本当に安全だろうかと有効だろうかということのチェックが続いていくよということですね。えー、B と C は正しいということで、えー、A が間違っているということでですね。で、えー、正解の方はバツ丸丸バツ丸丸ということで、A が間違いだったと。A の間違いのポイントはこの結論部分が正反対だったということですね。はい。 えちなみにですけれども今ですね、えー、私が写していたのはパソコンのデータをそのまま写していましたけれどもおプリントアウトされた紙のところではですね私がちょっとこのようにですね、えー、書いてあるということなんですね。もう赤が×だって分かってるからもうまあいいじゃんと思うんですけどあえて×と。 明確にこの足はなんだとじゃあ「×」どこが×なのかっていうことをですね、えー、詳しくチェックしていくうそういう気を持ってですねこの文章を読むようにあえて×とすると丸のところもあえて丸にするともう書いてしまう書いてしまうんですん練習用だからで、えー、答えもですね、えー、これはまあちょっとやりすぎですけどねこれ答え3ってここでわかるのにですね書いてあるということですねで A に関しては間違っていたんだけれども おーこれはないというのが罰であってないというのが罰であってですねないというのが罰であって、えー、正しくはある例えば殺虫剤があると例えば殺虫剤例として殺虫剤が挙げられるということですねはい、えー、こういったことをもう書いてしまうんですいいですかもう書いてしまってください書いてしまってくださいもうインプット教材としてね見ていくために 今はあの試験で実力を試すす時期じゃないです実力を上げていくためにですね、えー、過去でどんなものが問われたのかっていうのをまず見てそこから知識を得ていくという段階ですからね、えー、これはもうすぐ書いてしまいましょう書いてしまいましょう書いてしまいましょうですね。で一応これは試験問題作成の手引きですね合格基本テキストからあ1ページ以降にですね、えー、問われていましたよと。 1>, 1ページ目以降の記載からですね出題がされていましたよということをですねこれを示しているということですはいちなみにここに性能字が書いてありますね正しい、ね、これが一番気になったかもしれないですね皆さんねこれ何かというと私が5回確認したよってことです6回目確認するとこう7回目確認するとこうみたいな感じで性能字が2つできれば10回確認したということになるんですね えここで確認の意味ですけれども確認の意味ですけれどもすべての選択肢についてすべての選択肢について根拠を正しく持って罰丸を判断できたその場合に初めて1個ですいいですか読んだけどなんとなくわからない負に落ちない本当にこの正解で良かったのだろうか 教科書を読んでみないとなんとなくわからないなという段階では正の字は書けません正の字は書けませんいいですかあくまでも正の字この一本が引けるのはすべての選択肢についていいですか正解できたじゃないですよ全部の選択肢の根拠ここが間違っているこうすれば正しいこれがわかって初めてですねこれがわかって初めて これで合ってる問題についてはあそうかこういったポイントがあったなとこういったポイントがあったなこのまま押さえようというポイント押さえることができて初めて1本引けるということですねでこれで正の字で書いていくいいですか講師である私ですらこの今日の予習のために5回は回しているんですよ。 まあ本当はあの作る段階で10回以上見てますからあの15回はあの、ね、この問題確認をしたんですけれどもあのー、やっぱりねあの最初の方でですねあのガイダンスのところであのまっとうに勉強してですね確実に全員に受かっていただきたいということで、えー、しましたけれども言いましたけれどもこのぐらい本当についてきてやっていただければですねいいですか。まあ 私はまあこの予習のために5回でしたけれども受験の時はおおよそどうだったかな1,000問くらいの問題かな1,000問分くらいの問題を20回は回転させた20回は今の通りで回転させたつもりです。そんななななに解けるかなと、と。時間が全然ないなと 感じたかもしれないですけれども私もね全然最初はね遅かったんですね全然遅かったあの一問これ理解するのにですね三十分以上かかっちゃうで下手するとですね一日かけてなんとなく考えたんだけどずっと理解できないみたいなそういった問題もありましたありましたしかし一回ですね納得のいくようにこういうふうにできた後こういうふうにできた後ですね根拠はこれが違うこうすれば正しいとでポイントはこれだということをですね 一通りやれてしまうと2回目3回目からどんどん速くなって最終的にはですね、えー、この問題っていうのももう10秒くらいで判断できるとすべてあの,てあの根拠も分かりつつですよ根拠も分かりつつですよ判断できるというふうにねすごく回転が速くなっていくんですね。なので あの大げさではなくてですね、まあ、できればあ皆さんこの後もですね、えー、問題演習講座等です、ねあのー、リリースさせて、あのー、皆さんにですね提供させていただきますけれどもおそれらに出た問題をですねもうインプット教材として捉えていただいて構わないので,構わないので何度も回すとにかく回すなんとなくね合ってたからもう大丈夫とか言ってねたまたま正解が合ってたかもしれないけれどもこの中のどれかがあやふやだったと知識あやふやだったと。 おーそしてですね、えー、そのあやふやな知識がちょっと形を変えて本試験で出てしまった時にですね、えー、なんとなく形を変える前は解けていたけれども本番では少し形が変わってですねそのあやふやな部分をまさに責められてですね解けないということがありえるんですね。けけたかかないかというのは今の段階ではあ関係ありません。むしろ答えが分かった段階で一個一個丁寧に見る。 間違った選択肢はとことんですねどうこうどう直せば正しくなるのかっていうことをあの理解をして進めていくということですね。ははいいいいいこのようううににしていただければというふうに思います、はい、では続いてですね、えー、続いて第2問でしょうかね第2問でしょうかね。はい えー、医薬品のリスク評価ということで、えー、問題の方が出ていますねはい正解は3番であって正解は3番であって××××ツ×バ、え、ツ、ー、a が ×B が ×C が ×D が×ということですね××××ツということでありましたはい A については間違っていますけどどこが間違っているんでしょうかと LD50 というのは動物実験における最小致死量最小致死量ということであったのですがこれがですね最小ではなく50%死んでしまう50%致死量ということが正しいということでですねこの A の選択肢は間違っているということであります。はい ちょっと手引きの方ですね、えー、合格基本テキストの方を少し確認をいたしましょうか、はい。医薬品のリスク評価ということで、2ページですかね、2ページですかね、2ページですね。はいえー、医薬品のリスクに関しては、ですね、暴露した時間×暴露した量と。 暴露というのはそのなんか秘密をばらすとかですねそんな意味もありますけれどもさらされるみたいな意味、えー、ウイルスとか、えー、薬とかにですねさらされるその掛け算によって、えー、これは評価をされていくんだということでありましたで、えー、ずっとお薬を使っていくと意味がないという無作用の量ちょっと少 <laughs> そうは言っても少なすぎると。 ということで作用しない作用しない無作用から最小の有効量を経て治療治療、まあ、程よい感じの治療の量に至るとその治療量のマックスを超えてしまうと今度は有害反応が出てしまうという中毒中毒の量となって中毒の量を超えてもまだまだ飲む飲むみたいにしていくと最悪死にますよということでありました。 で、ここでですね、えー、動物かわいそうですけれども動物実験によって求められる50%致死量50%致死量というものがですね薬物の毒性の指標として用いられるんだということで50%致死量ということですね LD50 というところですねはい、えー、従いまして ここのところですね最小致死量ではなく50%致死量というところが正しい記載ということですね。で B と D ですね B と D ですねやはり間違っているということでありますけれどもこれはですねさらっとやってですね最終的に分かっていればいいですよというふうに申し上げた箇所かと思います。こここここののですね主語とというかこれこれこれのことを 〇〇と言いますっていうそのまると言いますっていう部分がすげ変わっている主語というか術語というかすげ変わってしまっているということでえーこれが B と D が間違いということですね。